矢野チャンネルご視聴ありがとうございます。本日はこちらの衝動で、サイズが作られましたショッカー怪人、正規のものと私個人が作ったものを4体、ご紹介して見ていただきたいと思います。こちら最初のね、まず衝動 VS の頃に出ましたザンジオ、そして、こちらガラガランダ、次に、サボテグロンはこれガチャポンをの顔を使って、あとパーツを使いました。あとは最近出ました仮面ライダークラシック1からのクモ男を改造した、こちら衝動でございます。この4体見ていただいていかがでしょうか。あと衝動が出始めた頃だったので、何か対戦する怪人を作るというイメージだったんでしょうね、あの衝動 VS っていう名前がね。でもこれがまずショッカー怪人第1号として衝動で出てきたんですけども、いやこれなかなか、でも最初のうちはね手に入るの難しかったですね。こんなに長く続くもんと思わなかったので、確か2016年でしたっけ、スタートがね。もう今2021年で5年経ってるわけなんですけども、5年前の作品としてはなかなかいい出来だと思います。ザンジオです。2番目に出てきたのがこちらのガラガランダでございます。確かこれショッカー怪人が出た時に出たのかな、ショッカーライダーか、その時に確かガラガランダ出たと思うんですけども、まあこれがね2番目で来ると思わなかった。結構アソートのうちで1個しかないんで、貴重な扱い方がまた別にね外されてしまうから、その場所によって結構違いましたけど、まあ一つはでも押さえておかなきゃいけないなと思ってました。衝動でショッカー怪人が出るの、私は貴重と感じてたものですから、このね、顔の、部分ですけど、結構これ黒くね塗って塗装し直してる方もいるかもしれませんが、私は自然体のままでいいと思います。こちらは昔発売した仮面ライダーの HD ガチャポンを改造しました。サボテグロンの衝動バージョンでございます。まあ見ての通り、顔だと胸、背中ですね。背中がこんな感じになってますけど、つけてますね。あと腕、サボテンの武器を持ってる手と、あとサボテンの手と言いましょうか。この部分だけ緑色で、あと塗ったんですけど全然色が対照的になってますが、逆に私はこれが魅力だと思ってます。こういう感じのサボテグロ、なかなかね2号ライダーの最初の怪人ということでどうしても作りたかったんですけど、私はこれ完成度合い、もう一回まあ修正もした方がいいのかもしれませんけど、一応満足してます。最初に作ったガチャポンのクモ男がどうしても紛失してしまったので、よかったですよ、クラシック1でこのクモ男が出てきてくれて。で私はそのベルト付きだないだってのを気にしない人間だったので、クモ男が出ればそれで OK だったんですね。ですから、まあ目的はこれでございます。衝動のクモ男を作りたかったということで、いやー完成してよかったと思ってます。最後にですね、こちらテレビで出てきた順番に並べてみました。クモ男、サボテグロン、ザンジオ、ガラガランダ、ショッカーの怪人、まあこうやってね、まあ今だったらそうですね、カブトロングとウニドグマですか、あれもいいですか、衝動が今考えてやってる最中でございますが、本当にまずね、この4体揃えられただけでも私は、満足でございます。皆さんは改造とかそういうのはやってみたい方なんでしょうかね。まあゲルショッカーもいつか出てくるんですかね、ガチャポンとかクラシックの方でね、ぜひああいうのも手出していきたいと思ってます。今回は以上でございました。ショッカー衝動2のショッカー怪人、今日は見てもらいました。ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。